久しぶりに砲弾ラジオなど、えー、撮ってみようかと思いまして今回の動画をあの進めてるわけですけれどまあ話すことなんか特にないんですけどねですけどまあなんかバイクの話ばっかりしてるのも飽き飽きするかもしれませんけど飽き飽きしちゃう時もあるのでいろいろと雑談という形で話してみたいなと思うわけですで、まあ、前回の砲弾ラジオも何ヶ月も前だったんですけど何回も撮ったんですけれどなんかバカバカしくてこんな 話聞きたい人いるのかなと思ったりしたのであんまりこう表立ってあの表には出さなかったってことなんですけれどまあ久しぶりに聞きたい人もいるだろうということで話してみるとまあじゃあ最初はカメラから行ってみますかねカメラはニコンのカメラを最近愛用してて Z6 を買って Z50 を買ってで今は D800 っていう一眼レフも買ったわけですね。で なんで Z6 持ってたのに50買ったかっていうとあのメーカー保証でちょっと Z6 を修理出さないといけなくなってしまったので撮るカメラがなくなってしまったから中古で Z50 を買ったんですで結構このセンサーサイズちっちゃいんですけれど使い勝手がいいというかやっぱ映りも良くて楽しいなっていうのがありまして、まあ、その2台使い分けてたんですけれどいろいろな理由が理由というかキヤノン1台処分しようっていうことがあって今は第2工場のメインにして Z50 を。 で第2で Z50 使ってるんですけど、まあ、ちょちょっとした撮影とかで便利なのですごくいいですね Z50 本当にあんまり高くない高くない新品で買ったら10万超えますけど中古だと結構6万7万で売ってるのですごくいいと思いますで Z6 はやっぱりなんだかんだフルサイズで動画撮るのも便利だしいいなと思ってるんですけどあのマクロレンズニコンだとマイクロレンズって言ってこうすごいでっかくでっかく撮るっていうか あの物体を被写体をですねすごく大きく撮りたくてマクロレンズっていうのを買ったんですねでもその時まだ Z マウントっていうこのニコンのレンズ用の最新のレンズが売ってなかったので F マウントっていう一つ古いレンズを選んだんですけどその写り方がシャープじゃないけど何かいいなっていう風に感じてじゃあそれだったらこうレンズもいいんだから。 カメラの方もいいのかなと思ってその D800 ていう一眼レフをその F マントなんですけれど購入してみたわけですねで、なんでその D800 にしたかというといくつか理由があって私の好きな動画で YouTube で写真のことを話しているバン・サダヨシさんという方の動画を見て D800 が意識づけられてその後ですね、フォトヨドバシの作例を見るわけですねそうすると D800 800E 810 850とか 7000番とかいろんな作例を見たんですけれどやっぱ800が一番これいいなっていうのを感じてで800を中古で買ったわけですねでも中古ですから新品で30万以上したカメラだと思うんですけどな4000万画素までいかない3600だかな700万画素ぐらいのですけれどまあ結構扱いやすくて JPEG じゃなくてロードリした時の写真がですねすごく綺麗でそれをちょっと明るさとかホワイトバランス少し変えるぐらいでいいんじゃないかなっていうぐらいの。 綺麗な写りで実は動画とかあのツイッターの写真ももう D800 結構たくさん使ってあげているわけですねで。今のところはニコンですごく楽しいんですけれどいろいろとあのオリンパスのなんかペンシリーズっていうのも面白そうだし他にもたくさん面白そうなカメラあるんですが、まあ、しばらくはこの Z シリーズとあーまあ Z マウントと F マウントで遊んでみたいというふうに考えております。でその次に この3ヶ月4ヶ月ぐらい5月ぐらいからサーキット久しぶりに、えー、5年ぶりぐらいに走るようになってきてなんでかっていうとやっぱり、えー、この23年です、ね、急激に太ってしまったので痩せるために運動するその、えー、運動するためのための、あのーまあ、心持ちをです、ね、持続するために何か目標があった方がいいなってことでサーキット走ってで痩せた暁には まあステージレザーとか、いくつか、のこの千葉県の近所のところのつなぎ屋さんでオーダーのつなぎ作って、さらにタイムを縮めたいと。で、昔ですね、恵比寿、サーキット走ってた時に、何年前ですかね、7、8年ぐらい前で、ベストが6秒8とかで、で筑波の TC 線が38秒、厳密じゃないんですけど、38秒台の後半ぐらい。で、TC の、筑波の2000の方はですね、 8秒5ぐらいしかか出なかったんですねで S 線の200馬力 BM の S 線とか200馬力ぐらいの X4 ミラーを乗ったらもう怖くて乗ってられなかったんでだから地道にですねまた練習してあの走れるようになって自分の川崎の ZX9R でまた何秒出るのか挑戦していきたいなというふうに考えてますそれに伴ってじゃないんですけど知り合いの全日本ライダーの子からですね CRF250 を買ったのでもう20年ぐらい前に練習して走ってたモトクロスも復活してやはりこうケビン・シュワンツに憧れてる私ですからモトクロスも練習してこうお客様の車両のセッティングにも生かしたいし自分自身の,この運動ですね40超えると本当に体調悪い日が増えてきたりしたので、えー、ランニングだったり自転車だったりして走ってこう1日に1度心拍数上げて下半身鍛えて。 さらなる40代50代に備えてですね早死にするのはいいんですけどこう具合悪く死にたくないなんか最近俗に言う健康寿命ってやつですけど明日死んでもいいんですけど具合悪くて死ぬのが嫌だっていうおかえりさようならさようならじゃあね今従業員の大寺君が帰ったわけですけれどまあそれはそれとしてですね まあ健康寿でもさっきと走るのは本当あの楽しいですしまあつなぎはですね兵頭のつなぎ買ってあるんですけどグローブ下にブーツが XPD ヘルメットはまあ洗いが好きで洗い使ってるんですけれど今後はあの56デザインさんで売ってるヘルメットを購入して届くのは多分あの 2, 3, 3ヶ月4ヶ月先ってことだったんですけれど まあ届いたらそれもサーキットで使ったりとかですねいろいろとライディングギアというかグッズウェアも向上していろいろと得たデータ、まあ、ライディングの技術をやっぱり技術力がないとその橋バイクのセッティング変な技術でセッティングしていくのもよくないわけですからその王道路線の走り方でしっかりとしたあの乗り味の良いものをお客様に届けていきたいという考えのもとにサーキットを走り込むと。 そういう言い訳をして、週末になくなってしまうことを家族に解き伏せるというわけなんですね。えー、まあそんなこんなで、くだらない話をしましたけれども、今後もさっきと走ったり、ツーリングもそろそろ時期が良くなってきましたんで、涼しくなって、9、10、11あたりで BT1100 で千葉県内をくるくるっと回るツーリングに行こうと思ってますので、よければ、興味ある方はあの連絡いただければ一緒に走り行きたいと思います。そういったわけで 今回のホルダンラジオは以上でございます。ご覧いただいてありがとうございました。